こんにちは。日本で活動しているトランスインク取締役兼動画クリエイターの大川祐介です。今回は富士フィルム XH2 を使用してさまざまな景色、体験、そして被写体を撮影してきました。各シーンに適用した XH2 の魅力をお伝えしたいと思います。今回富士フィルム XH2 ボディとさまざまなねレンズを準備して撮影に挑んだんですけれども、自然体験、アクティビティ、女性ポートレートなど XH2 の魅力をね伝えるに十分な環境に挑みました。で、僕のね本来の撮影や今回の作品でも現れている通り、一瞬を切り取るっていうことをすごく大事にしています。しっかりとね準備して、レックすることもあれば、その状況に応じて即座に撮影することも意識しているので、XH2 のこの機動力にはねとても驚きました。ボディサイズはコンパクトながら大型グリップになっているので、しっかりとホールドしながら直感的にね操作できるので、新製品の撮影っていうのはちょっとね慣れるまで時間がかかるものなんですけれども、想像以上にすぐ馴染んだので、1箇所目からね完璧なカットを撮影することができました。XH2 の 8K 撮影はですね、動画クリエイターにとってより自由度が高く表現力をね引き出す機能になっています。僕がね目で見た素晴らしい景色たちを高解像度で収録できるおかげで、目に見る景色に近い映像をね届けることができると思っています。それだけじゃなくてね 4K 作品とかを作る場合でも画質を損ねることなく、自由にねサイズ調整ができるので、編集調整の幅がね2倍に広がりました。オートフォーカス性能が本当に優秀でして、本来ね動画機だとマニュアルフォーカスのみだったりとか AF 性能が弱かったりとか、撮影のね可動域が減ってしまうので、理想の構図が選びづらくなるんですね。今回ね動きの速い被写体で、どこまで追えるか撮影する前正直分からなかったんですけれども、結果はね見ての通りです。シネマティック撮影はね時間との戦いなんです。というのは今回のね撮影でも夕日があと5分で、沈んでしまうっていう、そんな状況がありました。もちろんねジンバルを乗せてバランス調整している時間とかはないので、手持ちで、撮影したんですけれども、今回ね手ぶれ補正力も圧倒的に向上しているので、手持ち撮影でも滑らかな映像を撮影することができました。ただね滑らかな表現が正解とは限らずに、程よいブレ感を出すっていうことも僕は大事にしていて、ちょっと臨場感を出すためには、揺れをつけると。次に富士フィルムの色についてなんですけれども、今回は F-Log2 で収録しています。動画撮影はね写真よりも、その場での感動が薄くなりがちなんですけれども、今回の XH2 はもうプレビュー時から感動が大きかったです。編集で色味を調整したんですけれども、やっぱダイナミックレンジが想像以上に広くて、夕日のシーンとか、このシャドウとハイライトの階調が豊かなので、カラーグレーディングもとてもしやすかったです。今回使用したレンズは 18-120mm だったりとか、本当にね幅広いレンズでいろんなね表現をさせていただいたんですけれども、今回ね物理的に近づくことが困難なアクティビティにも挑んだので、サーフィンとかウェイクボードとかはやっぱすごくね追うのが困難だと思ったし、実際難しかったんですけれども、このねレンズズーム機能が搭載されているので、即座にね被写体を見つけて適切な構図で瞬時にこうやって入れ替えて撮影することができたので、綺麗なね映像を撮るのも得意なんだけど、ここまでね動きの速い被写体にも対応しているのがもう個人的にはすごく驚きました。防塵、防滴、太低温、−10度構造なので、こんなね過酷なシーンでも問題ないカメラだということはね今回撮影して肌で感じました。熱暴走とかも特になく長時間撮影することができたんですけれども、もっとねたくさん撮るっていう方はここにね冷却ファンとかもあるので、これをつけると安心ですね。今回モトクロスの撮影ではプロレス撮影を行いました。10ビットでね、豊かな色表現が実現できたりとか、編集時間をね効率的に行うことができました。ここまでね、動画撮影に最適化したカメラだと、撮影体験をね十分に楽しみながら撮影することができました。撮影している自分自身がね楽しめないとコンテンツの表情にも関わるので、とてもね大切なことだと僕は思っています。で、最後にねまとめて感想を言おうとしたんですけれども、もう今まで僕が伝えてきた内容がもう全てだと思っていますし、語らずして語ると作品を見ればね全てが分かります。